怖かわいい質問、怖くない、かわいい質問。森ゆうこ君。国民の生活が第一の森ゆうこでございます。2週間前の予算委員会に引き続いて質問をさせていただきます。まず質問をさせていただく前に、本日私は国会事故調が提出した調査報告書について質問をしようと思っておりました。しかし、2週間前の予算委員会でみんなの党の水野議員が質問をしよう、参考人として呼ぼうとしましたけれども、自民党の反対で呼ぶことができませんでした。その後さまざまな議論がございましたけれども、予算委員会の理事会で認められず、私もお呼びすることができませんでした。衆参両院で、みんなが賛成をして設置した国会事故調でございます。昨日は政府の事故調査報告書も出ました。私は予算を使ってしっかり調査をしていただいたわけですから、やはり予算委員会、そして環境委員会等に呼ぶべきである。なんで反対するのか、まずこのことを申し上げておきたいと思います。それから、ちょっとパネルを出してください。この間の予算委員会で私が野田総理が政権にお付きになってから、海外に行って相当気前よく大盤振る舞いをしていると、これだけのお金があるのになんで増税なんだということで、2週間前の予算委員会をの質問した後に大変お問い合わせがたくさんございました。海外に対して資金供与を約束した額、その時には14兆3333億円だったんですけれども、2週間経ちましたら額が増えました。その額は、皆様のお手元にも資料を配布してございますけれども、合計で15兆余り、さらには財務省の中にも増税一辺倒だけではないんだなと、いい人がいらっしゃいまして、財務省の方がですね、私に大変いい指摘であったと、しかし大切な数字を忘れている、私の作った資料には加えるべき大きな数字がある。それは為替介入であるというふうにアドバイスをいただきました。そこでパネルにして皆様にお示ししているわけですけれども、これは後に質問をさせていただきたいというふうに思っておりますが、為替介入等含めまして31兆1103億円、これだけのファイナンスをする力があるのであるということをまずご認識をいただきたいというふうに思います。結構です。それでは通告をしながら質問できなかった検察審査会の問題の続きについて質問をいたしたいというふうに思います。いわゆる陸山会事件、小沢一郎衆議院議員の問題でございますけれども、そして西松建設事件、これにつきましては、私の調査の結果、これは全く検察のでっち上げであるということが明らかになっております。そして、その陸山会事件、検察が捜査をしたんですけれども、起訴できなかったということで、検察審査会に送られました。で、その検察審査会というのは、今日は国民の皆さんもご覧ですけれども、有権者の中からくじ引きで11人の方が選ばれて、そして全く密室の中で審査が行われる。検察の行った捜査、そして不起訴処分にしたということについて、それが妥当かどうか、いわば法律には素人の市民の方、しかもたまたまくじで選ばれた方たちが、そこで審査をするということになってございます。ところが、その密室の検察審査会に、東京地検特捜部、陸山会事件を捜査の担当した検事が、捏造の捜査報告書を提出したということが明らかになりました。まず法務大臣に伺いますが、6月27日、市民団体による告発を受けて、検察で捜査が進んでおりました、その関係の検事の皆さん、不起訴処分となりましたけれども、その不起訴処分となった検察官の氏名、および、そしてその法務省は、その検察官に対して、どのような処分を行ったのか、お答えいただきたいと思います。法務省刑事局長、稲田信夫君。私の方からお答えさせていただきます。まずお尋ねの捜査報告書問題につきましては、本年6月27日に、東京地検検事でございました田代正弘について、虚偽有印公文書作成同行し偽証の事実により、
東京地検次席検事であった大鶴元成について、偽計業務妨害の事実により、東京地検特捜部長であった佐久間達也について、虚偽郵便公文書作成、同行使、偽計業務妨害の事実により、東京地検検事であった木村正義について、虚偽郵便公文書作成、同行使、偽計業務妨害の事実により、東京地検特捜部副部長及び同地検公判部副部長でございました斉藤孝弘について、虚偽郵便公文書作成、同行使、偽計業務妨害、犯人隠避の事実により、東京地検公判部副部長及び同地検特捜部副部長であった吉田正樹について、虚偽郵便公文書作成、同行使、偽計業務妨害の事実により、東京地検特捜部長であった酒井徹について、犯人隠避の事実により告発されていたところ、最高検察庁が、田代につきましては嫌疑不十分、そのようなものにつきましては嫌疑なしを理由に、いずれも不起訴処分にしたものと承知しております。また、合わせまして同日、田代につきましては、減給6ヶ月という懲戒処分に付し、同日、同人は辞職しております。また、その監督責任として、先ほど名前が挙がりました木村正義については、戒告、佐久間達也についても戒告、斉藤孝弘について訓告、岩村修司について厳重注意と、失礼しました、監督責任として、東京地検検事正であった岩村修司について厳重注意ということとなっております。森君。法務大臣、郵便不正事件、検察官が証拠を捏造した郵便不正事件におきましては、最高検検証チーム、外部の有識者、アドバイザーも入れて、しっかりと検証し、そしてまたすぐ、事件捜査ということで、最高検自らが捜査に乗り出して、そして逮捕、今、裁判が続いているところでございます。そしてまた、柳田法務大臣の時に、検察のあり方検討会議というのを立ち上げて、このままでは検察の、国民からの信頼がもう、払拭できないということで、不信が払拭できないということで、検察のあり方検討会議を立ち上げられました。なぜ今回は、この検察官が密室の検察審査会に捏造した捜査報告書を提出したんですよ。なぜ第三者を入れた検証をされないんでしょうか。滝法務大臣。ただいま大阪の事件についての問題と今回の問題との比較についてのお尋ねがございました。大阪の事件の後、検察の在り方検討会というものを立ち上げまして、検察の在り方についての議論をし、そして、この問題に関連する体制づくりをいたしたところでございます。その結果、昨年の7月には最高検の中に、監察指導部という組織を作って、検察そのものに対する調査を行う、そしてただいまご指摘のありました外部調査についても合わせて外部参与制度を設けて、でその組織によって今回も検察の中で問題になった今刑事局長からお披露しました点について検察の内部でとにかく検察の在り方の検討の結果を踏まえた組織の中でこの問題を取り組んできたと、これが実態でございます。森君。質問にお答えください。法務省虚偽郵便公文書作成罪というものは、その刑罰の重さというのはどのようなものでしょうか。稲田刑事局長。虚偽公文書作成罪の法定刑についてのお尋ねでございますが、1年以上10年以下の懲役刑というふうに定められております。森君。10年の懲役刑です。公文書を偽造した、そして取り調べる側の検察官がでたらめの捜査報告書、しかも密室の、いわば 法律には素人の11人の検察審査員、国民から選ばれた検察審査員の審議するその検察審査会に捏造した捜査報告書を提出したんですよ。なぜ検証しないんでしょうか。
4月26日、小沢一郎氏のその強制起訴による裁判、東京地裁において判決、その判決の要旨にはこのように厳しく指摘されております。石川が被告人の関与を認める供述調書の作成に応じた経緯や動機を前期取り調べにおいて供述したことを内容とする捜査報告書を作成したが、同取り調べにおいて石川がそのような供述をした事実はなく、同捜査報告書の内容は事実に反するものであった。このように検察官が公判において証人となる可能性の高い重要な人物に対し任意性に疑いのある方法で取り調べて供述調書を作成し、その取り調べ状況について事実に反する内容の捜査報告書を作成した上で、これらを検察審査会に送付するなどということはあってはならないことであると、このように厳しく判決で指断されております。しかるに、そのような対応というのは私は全く納得できません。そして総理に伺います。で、今のような法務省の、これは小川前法務大臣のときに調査をしていたわけですが、今のような結果が出るよう、そのような法務省のきちんとした対応をしない、全く危機感のない、そのような状況を見て、小川前法務大臣は、指揮権発動ということを考えて、総理に相談されました。なぜ政治主導でこのような大変深刻な問題を解決しようとした小川前法務大臣を更迭したのでしょうか。野田総理大臣。小川前法務大臣を更迭したという表現をされましたけれども、あくまで内閣機能強化という意味での交代をしてさせていただいたということであります。で、今のご指摘の件はその人事の交代と直接関係のある話ではございません。小川大臣が当時5月だったと思いますけれども、私のもとに来て官邸で一般的な法務行政についての報告をされている中で、特に検察に関する強い問題意識を持っていらっしゃいました。で、そのお話は聞きました。ただ個別の案件についての指揮権発動という表現のお話はなかったというふうに記憶をしております。森君。大変残念であります。ちなみに、小沢代表が問われている罪は虚偽記載でございます。総理も午前中にご自分の政治資金管理団体の、虚偽記載について追及をされました。収支報告書の訂正は年間、総務省に届けられるだけでも500件近くございます。で、そのどれを虚偽記載として、そのどれを訂正で済ますのか、それはすべて官憲のおぼし召し、大変恐ろしいことでありますけれども、で、結局その、起訴できなかった検察で、市民団体が訴えて検察審査会で審査をすることになるわけですが、皆様のところにも資料をお配りしておりますけれども、前に私が予算委員会で質問したことを覚えている方もいらっしゃると思います。この検察審査会、おかしなことが山ほどありまして、検察審査員の平均年齢の危機開会ということで、最初に発表したのが、起訴議決をした11人の平均年齢は 30.9 歳でした。しかし、すぐさま計算をし直して 33.91 歳。これは理由は、本当は11人足さなきゃいけないのを10人分、そしてそれを11で割ったという大変お粗末なものでした。で、さらに年齢を訂正をしたということがございまして、本当に検察審査会やったのか、こういう疑問が国民の多くから寄せられたところでございます。そしてさらに次の資料でございますけれども、検察審査会法によれば、起訴議決、つまり強制起訴につながる起訴議決をするときには、必ず捜査を担当した検察官を検察審査会に呼んで、われわれの捜査は正しかったのだ、不起訴にしたのは正しかったのだという弁明をする機会を与えなければなりません。しかし、その弁明を与えなければならないわけですけれども、そこに検察官は行っていなかった。起訴議決の前に行かなかったということを私がたびたび質問してきたことに関して、法務省はそのパネルのように回答をいたしております。で、前回も指摘をいたしましたけれども、そのときには、要は徒歩で、の出張の場合には旅費が生じない、そして近いから出張扱いにしないんだと言っていましたけれども、あるじゃないですか、徒歩の記録。徒歩の記録もきちんと出張記録として提出することになってるんではないでしょうか。なぜ嘘をつくんですか。稲田刑事局長。
前回もお答えしたところでございますが、この出張管理簿というのはなぜ作っているかということについて、もう一度ご説明をしたいと思いますが、業務命令に基づきまして、庁舎外で勤務する場合に、国家公務員等の旅費に関する法律に定める旅費を支給する必要、これはまあ一般に例えば交通費とか、宿泊料とか日当が発生するような場合、これはまあおおむね、100キロ程度の距離の旅行を伴う場合でございますが、こういう場合には、今ご指摘の出張管理簿ではなくて、旅行命令簿というものに記載して、これを管理しております。ただ、問題はそういう長距離でない場合でございますが、こういう場合につきましては、現在、検察庁での取り扱いとしては、いわゆるパスモカードのような IC カード乗車券を使わせるか、あるいは公用車などを使う場合が結構多くございまして、これらにつきましては、旅費ではなくて、予算の中でいう徴費というもので支給されているところでございます。したがいまして、この徴費の適正な管理という観点から、こういうパスモカードや公用車などを利用した場合につきましては、これを出張管理簿に記載することにして、適正な執行の管理ということを図っているわけでございます。したがいまして、それ以外に、例えば今ご指摘の東京地裁のように、東京地検から極めて近距離にあって、通常徒歩で行くような場合には、旅費も徴費もいらない、つまりお金がかからないわけでございますので、旅行命令簿や出張管理簿のいずれにも記載しないというのが、通例の取り扱いだというふうに承知しております。ただ、その場合に、では全く、すべての場合に記載してないかというところは、個々に徹底してないところがあって、徒歩のものを記載している例が皆無ではないというふうには、承知しておりますけれども、先般も申し上げましたように、通常、東京地検の職員が東京地裁に公判等で出頭する場合に、出張管理簿には記載されていないというふうに承知しております。森君。いや、嘘つかないでください。もう一枚の出張管理簿出しました。徒歩だけの場合でもちゃんと報告してるじゃないですか。あるじゃないですか。しかも、東京第五検察審査会というのは、検察を捜査する、審査する、独立した会議ではないんですか。当然、記録を出しているはずであります。で、全く私に対して嘘の回答をしていたということをお認めになりませんか。稲田局長、簡潔にお願いします。これも委員には従前からご説明をしておりますところでございますが、今回の問題につきまして、基礎議決がなされた平成22年9月14日より前に、東京第五検察審査会から東京地検に対し、書面により検察審査会への出頭要請があったということについては、これは書面の写し等で私どもも確認しているところでございますし、その書面に基づいて検察官が議決のある9月14日より前に検察審査会に出席したものというふうに承知をしているところでございます。森君。はい、時間ですのでやめますけれども、出頭命令があったということを初めて今日お認めになりました。続けてですね、私は法務委員会等で、さらにこの問題に対して追及をしてまいりますけれども、皆さん、国会議員の皆さんも、これはね、大変なことですよ、政治に対する捜査機関の介入です、このことをぜひ皆さんも真剣に考えていただきたい、そのことを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。以上で森裕子君の質疑は終了しました。